皆さんこんにちは。回転寿司屋さんで、私の順番を待っておりますが、なかなか回ってきません。はい、今36番が呼ばれましたが、残念ながら私は39番。お寿司は回るけどお客さんの回転は悪いのかなどと毒づいておりましたら、はい、座ることができました。吟味しましょう。はい、赤エビさん、一つ飛んで、赤エビさん、いきなり赤エビ4連打、引き続き、エビさんが出てきましたが、私の心は決まっております。左後ろにある看板、はい、カニが美味しい冬が来た。というわけで、こちら本ズワイガニ爪下ジェンガというものを頼みました。すごいことになっております。本ズワイガニの、爪下というんですか、爪の中の肉でしょうか、ジェンガのように積まれているこのエキゾチックな、商品を頼まさせていただきました。本家のジェンガのように中を抜いてスリルを楽しむというようなことはせずに、上から行かせていただきました。カニジェンガ、はい、カニジェンガ食べ進めておりますが、後半に差し掛かってきてあることに気づきました。このシャリはどの部分のジェンガで、一緒に行けばいいのか、2切れぐらい残しておいて、それを最後に、カニのお寿司として食べるという食べ方が、今やってみましたが、シャリが余ってしまいました。シャリだけ行かせていただきます。あと1貫分残っておりますが、カニも1切れ、カニだけ行って、あとのシャリは書き込みます。というわけで、チャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。